はいどうもブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。 MSI のゲーミングノートパソコンですね。通電しないとのことです。ちょっと動作を確認してみたいと思います。はい、今ね安定化電源挿しました。電流がね全く流れていませんね。一応電源ボタン押してみます。やっぱり何の反応もありませんね。はい、では早速分解していきたいと思います。アダプターここに挿して 19V こっちに入ってくるんですけど、その一番入り口のところのこれ多分ヒューズというかまあカレントセンサー、まあ、ゼロオーム抵抗みたいなやつがついてたであろう場所のチップ部品が2つ外されてますね。多分前の持ち主がね何かしようとしたんでしょうね。もしかしたらこの先でショートしてたかな。えらいこっちゃ。 19V がこっから入って、多分この外されてる部品ね、多分ここを通ってこっちに入っていくような感じになってるんですけど、あーショートしてんな。19V ラインのショートですね。電圧かけてね調べる前に目視で損傷がないか裏表ね基板をひっくり返して確認していきたいと思います。ちょっと見てたんですけど目視で発見することはねできなかったんで、この MOSFET の先からもショートしてるんでここ取り外しして、ちょっと電圧かけて発熱するか見ていきたいと思います。はい、ではショートしてる箇所をね探していくんですけど、今回はこのショートキラーってやつをね新しく買ったのでこいつを使って探してみたいと思います。ちょっとねピーピーうるさいですけどごめんなさいね。これでいきます。あ、早速反応出ましたね。この辺で発熱ありましたね。もうちょっと詳しく見ていきます。この辺りで発熱がありました。ただちょっとどれが発熱しているのかちょっとそこまではこの、サーモカメラのね性能じゃわからないので次の道具を使いたいと思います。はい、これですね。海外の修理動画とかでよく見かけるやつなんですけど、名前がねちょっとなんていうのかわからないんですけど、ここから煙をね出して、まあ、ここ基板を白く染めて、発熱してる箇所があればそこだけね、まあ、色が出てくるっていうやつなんですけど、まあちょっと下手な説明をねやってみせた方が早いと思うんで早速使っていきます。こういうやつですね。マッコウをよし、マッコウをねここに入れて蓋というかなんかこのフラスコみたいなやつをかぶせます。発熱させてこう煙がねこのフラスコみたいなところに充填されるんで、この煙を基板に流すと、よし、まあ、こういう感じで基板に色をつけてですね発熱箇所をこう分かりやすくするっていうやつみたいです。では早速ショートキラー当てます。分かりづらかったんでもう一度つけました。一発でしたね。これですね、この IC のショートみたいですね。よし、取れた。これでショートが収まっていれば
OK ですね。よし。1.9。1.9キロオームか。なんか低いような気がしますけどね。まあ とりあえず、さっき外したね、この部品、このチップですね。まあ、もしね、ドナーに同じのがあれば、取り替えですね。で、なければね、発注してですね、取り付けしていきます。今ですね、最初の MOSFET、取り付けしたらですね、抵抗値ね、上がってますね。OK。部品届きました。早速これを取り付けていきます。もともとついてたやつと届いたやつと表記が違うな。左がもともとついてたやつで、右が新しく届いたやつなんですけど、表記が違うな。この三角が1ピンですね。よいしょ。ではショートしてたところの抵抗値を測ってみます。うん、大丈夫そうですね。あ、そうや、忘れた。ここや、ここを忘れてましたね。ここを導通させないとこっちの MOSFET までいかないんで、どうしようかな。ここにありますね、 PL1 PL2。 ここが PL1 で PL2 みたいですね。 PL は多分コイルだと思うんですけど、 PL ってね、 P ってどういうことなんやろ。ちょっとこの P の意味がわからないですけど、多分まあコイルがついてたんでしょうね、ここに。まあでもここにつけるコイルとか持ってないんで、まあ、とりあえずこっちとこっちを導通させて、電気流してですね、動作するか確認したいと思います。ここね、そしたらブリッジさせます。よし、はい、それでは安定化電源を挿します。あれ、ゼロになった。19 OK。 これも違う。どうなんやろ、ようわからんな。まあ、一回、電源ボタンね、押してみようと思います。バッテリーなかったらあかんのかな。バッテリーどこ行った。よし、見つけた。これを挿して安定化電源を挿す。あー、あかんない、一緒やな。あ、あー、来た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 、光ってる光ってる。あ、充電ランプかな、なんか光りましたね。おい、来たんちゃうか。電圧は とりあえずこの状態で電源ボタン押してみたいと思います。スイッチオン。あれ、スイッチオン、あかんか。充電せなあかんのかな。現在ね、 1.1 アンペアでね、充電されてます。この状態でしばらくバッテリー充電してですね、もう一度動作確認したいと思います。はい、あれから一応充電はね、満充電までできたんですけれども、相変わらずね、起動しないということで、もう一度調べてたんですけれども、まだね、ショートしてる部分がありますね。ここのコイル、0.5 オーム、ここの取り替えた
IC から、出てるんですけれども、ここですね。このラインがまだショートしてますね。まだね、こいつ以外にもショートしてる部品がねどっかにあると思うので、そいつを探したいと思います。まあ、多分ね巻き添えでダメになっちゃったのかもしれないですね。まあ一応ね、取り付けた IC チップが不良品じゃないかを調べるために一度取り外ししました。ここについてたんですけれども、取り外した状態でも、ショート反応見られますので、まあここのね IC チップ7番8番 V アウト、SW って書いてるんですかね、 SW の、V アウトのラインなんですけれども、その先でねまだどうやらショートしてる部品があるみたいです。なのでここに電圧かけてですね、また発熱部品探していこうと思います。いやー、ほんまにコンデンサとかやったらいいんですけどね。なんか発熱してるな。裏かな。いや、裏、いや違うよな。うわ、嫌な予感すんな。最悪や。はい、まあ、あれからいろいろ試したんですけどね、やっぱり、チップセットのショートがやっぱ濃厚ですね。まあ、何をしたかというとね、このチップセットの後ろについてる、まあ、コンデンサですね、まあ、こいつがショートしてね、もしかしたらこいつが発熱してるんじゃないかなということで、まあ、疑って外したりしました。で、まあ、もしくはねこのチップセットの上のちっちゃいこのチップコンデンサですね、これがダメになってるのかなとかね疑いながらね外したりしたんですけど、やっぱりねどうしてもこのチップセットからの発熱が収まらないということで、まあ多分このチップセットがね、巻き添え食らって故障したんだと思います。ということでね、今回ねいろいろやってみたんですけれども、まあ、僕の腕ではここまでで修理失敗ということでねなっちゃいますね。まあ、今回ねこのロジン噴霧器っていうんですかね、こいつを使ったりしてね発熱箇所詳細に特定できるよっていうことがね分かったんで、今後ねこのサーマルカメラと、こいつを使ってですね、より小さい部品のね特定を、まあ、確実にしていこうかなっていうところで、まあ、今回活用できてよかったとは思うんですけれどもね、直したらねよかったんですけどね、まあ、残念でしたね。はい、ということで今回の動画はね以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。